1日水曜日、一心殿大御所にある私立一心殿小学校で、地域の企業が行う環境への取り組みなどを学ぶ環境学習が行われました。この環境学習は、中西北部サイエンスシティに立地するナイテック工業株式会社が社会貢献活動の一環として行っているもので、環境への取り組みや自社の印刷技術などを知っていただくことを目的に、市内の小学校を対象に開催されています。この日、市立一心殿小学校ではオープンスクールが開催され、保護者の見守る中、3年生の児童を対象に地域企業による環境学習が行われました。学習会はナイテック工業株式会社の皆さんが地球温暖化やゴミ分別などの環境問題や印刷の秘密などについて講義を行いました。環境についての講義では班ごとに分かれ、お菓子の空き箱はゴミの分別をするときに何種類に分けられるか、その空き箱がどのように資源として生まれ変わるのかなど、実際に資源として生まれ変わった固形燃料などを見ながら資源保護の大切さを学んでいました。次に印刷の仕組みについて講義が行われ、印刷で使われるインクはブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4色が使われ、この4色を組み合わせることでさまざまな色が作られていることなどを学び、普段目にするカラフルな印刷は4色しか使われていないことに児童たちは驚いていました。また講義の中では印刷物に何色のインクが使われているかを当てるゲームが行われ、児童たちがルーペに目を押し付け一生懸命インクの色を確かめていました。その後、色によって感じる温度、食べ物の美味しさ、リサイクルの仕方が変わることや、環境を考えて買い物をする買い物エコなど、さまざまなものが環境と関連していることを学んでいました。担当する産業政策振興課は、企業の環境への取り組みを知ることで環境を守る取り組みの大切さを学び、環境に配慮した生活を始めるきっかけにしてもらえればと思います。また市内の企業の優れた技術を知ることで、次の世代を担う子どもたちの興味や関心につながっていってほしいと思いますと話していました。